はい、11時40分頃でしょうか、令和というような形で新しい日本の元号が発表されました。しかしながらこの元号法によりますと、皇位の継承があった場合に限り元号を改めると、とそれがありますと、まだ金城陛下の ご在中であるわけでありますので、今ここで発表するのはいかがかなというふうな若干危惧の念もあるわけでありますが、いずれにいたしましても令和という新しい名の元号が来月からスタートするわけであります。今までは中国の歴史書による元号の名前であったわけですが、今回は日本の万葉集から令和という名前を取ったと、まさに日本的な元号だなというふうに思うわけであります。寒い冬から春も芽吹きとともに梅の花が咲きます。厳しい時代から、そして花の咲く素晴らしい世の中になっていただきたいと、そのような思いから令和という元号が選定されたんだろうというふうに拝察します。金城陛下の名から新たなる新帝陛下の名がスタートするわけでありますけれども、まさに希望に燃える新しい時代、新しい名がスタートすることを心より願っております。以上。